バルバラ・チェリスカは、神聖ローマ皇帝及び、ハンガリーとボヘミアの王子ギスムントの2番目の日。スロベニアのチェリエ・ハクヘルマン2世の娘で、母は、シャウンベルク・ジョハク、アンナ。ドイツのメッサリーナの異名を持ち、ドラゴン騎士団の創設に深く関与した。バルバラと同族のジューシアナは共に、チェリエ・ハクカの隕石にあたる姉妹を繊細かつ、 共同君主としていた二人の君主の再婚相手となった。アナは女王、ヤドビガを亡くしたポーランド王権リトアニア大公のブワディスワフニセイと1402年に、バルバラは女王、マーリアと死別したハンガリー王、ジギスムントと1405年に、それぞれ結婚したからである。アンジュ家の女王姉妹、マーリアとヤドビガの母エリザベタと、 バルバラ及びアナの父方の祖母カタリナは姉妹である。バルバラとの結婚には、妻の死によって脆弱になったジギスムントのハンガリー王位の正当性を補強する目的があった。バルバラは父方の血統を通じて、スロベニアの支配者、セリエハクのみならず、ボスニアのコトロマニッチ家、セルビアのネマニッチ家、さらにはハンガリー王位首都バーン5世の血を引いていたからである。 ジギスムンとは1410年にローマ王位、1419年にボヘミア王位を獲得し、1433年には神聖ローマ皇帝として退官している。バルバラはジギスムンとの子供としては唯一人生存した女子相続人エリーザベトの母となり、娘をハプスブルク家のオーストリア公アルブレヒト母性につがせ、存命中にアンナ、 エリーザベとラディスラウスの三人の孫の祖母となった。父ヘルマン二世は、反目し合うジギスムントと、ブワディスワフ二世のートとして、1410年のタンネンベルクの戦いでは重要な役割を演じた。ヘルマンはこの戦いにおいて、ドイツ騎士団と結んで、ブワディスワフ二世を破滅に追い込もうとするギリの息子、ジギスムントと敵対し、ギリの甥ブワディスワフを支援した。 ウアディスワフとその同盟者であるスラブ同盟はローマ教皇を含め22もの西欧諸国から送られてきた戦士たちを率いるドイツ騎士団を打ち負かしたのである。バルバラは結婚後の生活の大半をハンガリーで過ごしたが、夫は数多くの国の統治者として他国に出向くことも多く、このためバルバラは夫が不在だった1412年、1414 14年、1416年、 1418年にハンガリーの摂政を務めた。バルバラは知性と美貌を兼ね備えた皇后、王妃だったと言われ、母国語のスロベニア語はもちろんドイツ語もラテン語も自由に使いこなした。バルバラは無神論者であり、自分の辞女たちに神に祈ることを禁じていたとされる。後に教皇ピウス二世となる人文主義者エネアシルビオ・ピッコロオミニによれば、バルバラは 夫と同様に愛人を囲い、愛人たちの、ハレムを作っていた。こうした不倫に起こったジギスムントは1419年、バルバラを、オラデアに追放したが、1421年には、バルバラは許されて宮廷に戻っている。バルバラは、自分の兄フリデリクとその息子ウルリクと共謀し、夫の死後のボヘミア王位を、娘婿のオーストリア子アルブレヒトではなく、 ポーランドをブワディスワフ賛成に差し出そうとした。この陰謀を知ったジギスムントは1437年12月5日にバルバラをブラティスラバに監禁したが、その4日後の12月9日にジギスムントは亡くなった。夫の死後、バルバラは解放されたものの、全財産を没収され、ハンガリーを出国することを余儀なくされた。彼女はポーランドに移り、 サンドミエシュオ領地として与えられた。1441年になると、バルバラは、ボヘミアのムニエルニークに移った。彼女はこの地で、前、ボヘミア王妃としての余生を送ったが、ここでも、大勢転覆の陰謀を図ったとして告発されている。バルバラは、晩年を、趣味の科学やオカルト書学の研究に費やした。バルバラはペストにかかって亡くなった。 史実ではバルバラはチェコで亡くなったが、民話によると、クロアチアのメドベドニツァさんの城で亡くなったことになっている。オスマン帝国がメドベドニツァさんの城を攻め落とした時、バルバラ・チェリスカは生き残るために、自分の魂を悪魔に売って、契約を結んだと言われている。しかし悪魔は彼女を助けないで、さらに、彼女と財産に呪いをかけ、その呪われた財産は、 今も、まだ誰にも、発見されていないという民話がある。ありがとうございます。